秀吉殿。おいおいおい、こんな真っ昼間から寝てるのか？めちゃ起きてます。怖っ、なんで寝たふりなど。寝たふりをしてたわけじゃない。株やるぞとやる気になったのに、何を買おうか何をしようかと迷い、とりあえず目をつぶりあれだこれだと考えて、気づいたら元値が来たからとりあえず寝ておこうと。全くもって寝たふりじゃないか。あ、やばい、お金なくなってんじゃん。ごめん、私ちょっと株買ってくるわ。そんな宅飲みしてて追加で酒でも買いに行くときみたいな感じで言うな。株が簡単に買えないことは分かっておる。ふざけただけじゃ。それね、何の株を買うか決めたのか。改めてな、長い目で見て株を育てるくらいの気持ちで見て購入してみたいんじゃが、ずっと株を持っておくのがやはり怖いんじゃ。長年かけて育てたというのに、その会社に何かが起こると思うと、一つの企業にだけ投資すると確かに怖いな。そんな秀吉殿に朗報だ。日本の400社とかアメリカの500社とか、まとめて株を手に入れることができるぞ。500社？そんな金あるわけないじゃろ。ご心配なく、実はな、そうやってまとめて買えるお得パックがあるのじゃ。あらあら、とはいえお高いんでしょ。ご安心ください、アメリカ500銘柄は今なら4万5000円です。え、や、安い。さらに、なんと日本400銘柄が今なら約1万7000円。嘘でしょ、信じられない。これは今が買い時ですね。詳しくはこちらの番号まで。ってなんだこの通販番組のノリは。自分で突っ込んだの。それはそうと、なぜそんなに安いんじゃ。まあお弁当じゃな。お弁当？例えばユニクロがロースカツだとする。エビフライではダメなのか。ああ、いや、まあ、別に本当に何でもいいんじゃが、まあじゃあエビフライな、エビフライって本当に美味しいからの。はい、一方例えるなら、日本400銘柄はお弁当じゃ。そこにエビフライは入ってるんじゃろうな。もちろん、ただし少しサイズは小さめだがな。それならエビフライ好きとしてはお弁当を選べんの。それにお弁当箱に入ってしまうとサクサクの衣がふやけて。いや、話をややこしくせんでくれ。つまりだな、お弁当ならいろんなものが入ってるじゃろ。エビの収穫数がもし減っても他のおかずが増えて、結果お腹を満たすことも可能じゃ。しかしエビフライ一択だけだと、場合によってはあんめしのおかずがない可能性もあるぞ。そうか、言われてみて今気づいたぞ。じゃろ、晩飯の話だったんじゃな。わしはてっきり昼飯の話だとばかり。ほんとそれはどっちでもよいわ。もうふざけるなら教えてやらんぞ。すまんすまん。しかし確かにお弁当で買えばリスクは低そうじゃの。そう、低リスクじゃ。投資する上で重要と言われている分散投資がこれ一つで簡単にできるわけじゃ。よし、今夜はエビフライ弁当じゃな。あ、それは好きにしてくれ。ところで秀吉殿、株価は何によって動くか知っておるか。株といえば会社だから会社がうまくいってるとか。お、冴えてるの。業績によってその企業の将来の価値が上がるか下がるか予想される。そして株価が上下する。他には何がある。株が暴落って聞くとき、なんとなく景気が悪いイメージだから、まあ景気とか。その通り、さすがだ。いやいやいや、それほどでも。秀吉殿、完全に褒められて伸びるタイプじゃ。株式市場全体に影響を与えるのは景気じゃ。不景気だと株価は下がっていく。うむうむ。しかし景気が回復しそうな気配が出てきたら株価は上がる。実際はまだ不景気なのに株価だけ先に上がるという現象じゃ。ん？なんでそうなるんじゃ。政府が金融政策を打ち出すからじゃ。あまりに落ちすぎたり、あまりに上がりすぎてるのに何もしないと恐怖じゃな。そう、つまり政府や日本銀行の景気対策への動きを見れば株の動きも予測できるようになる。なるほど。他にも合併や買収、金利や為替の変動、それにわしら投資家が株を売買することも要因となるぞ。はっ、そうじゃ。ん？急にどうした？エビフライを売っている会社はないのか？そこの株式を買って株主優待でエビフライをたらふく買うとか。ずっと引きずってるが、そんなにエビフライ好きじゃったか？いやー、だってエビフライといえば何か思い出せないか？銀の、ほら、東日本と西日本の境目くらいにあるあの国の。おい、シャチホコ？わしとは切っても切れない関係じゃ。でも、シャチホコはあのお方のパクリ？おい、それ以上言うとどうなると思う？すいません。